五木歴は中国歴の一つで、かつて中国や日本などで使われていた大陰太陽歴の歴法である。中国の唐の天文学者の各剣士が編纂した歴法である。中国では法王元年から建中4年までの22年間用いられた。ただし、この改歴は安史の乱後に推理した唐王朝の権威再建を図る大層によって、 強引に進められたものとされ、実際には大広史歴で採用された天文定数をその前の臨徳歴の形式に改めただけとされている。そのため、日本では天皇元年に一度は改歴が検討されたものの実施には至らなかった。天安2年から上岸3年までの4年間、それまで使われていた大広史歴と併用された。これは、 この前年に歴博士大カス賀マノマロの提案によって行われた大広史歴を改歴する前の使用であったが、使用開始の翌年に牧会氏が鮮明歴を将来すると、マノマロは鮮明歴の採用を主張するようになった。上巻4年にマノマロの主導によって鮮明歴が導入され、五木歴が単独で用いられることはなかった。ありがとうございます。